はいどうも皆さんこんにちは、ピヨチキチャンネルオープンネスのピヨタです。さあ今回も東方異想決やっていきたいと思います。今回おすすめからね、仲間に入れたキャラクターはこちら、エイリン先生でございます。ですね、ちょっと断り属性のキャラクターがね全体的に少ない気がしたんで、断り属性のところのおすすめキャラクターからねゲットしておきました。そんな形でございます。まあね、スキル自体は、今のところどうかなっていう。どちらかというとね、耐性回避、またはね、デバフとか、そういうのをね、付与する方だと思うんで、今のところ、脳筋パーティーには必要ないメンバーではございますけど、後々ね、結構必要になるかもしれないですね。育てておく価値は十分ありそうです。ということで、今回やっていくのはこちら。北の外れの森。こちら粘属性ですね。ということで火属性のパーティーでゴリ押しいきたいと思います。ゴリ押しってね楽しいよっていうのは、まあね、それは敵が倒せる時の場合ですからね。敵が倒せる時は気持ちいいです。だが問題は敵が倒す、待て、ちょっとこれはちょっと待ってください。ちょっとおかしい。これイージーの可能性十分あるな。ダメージがおかしいぞ。ほーら、イージーだった。すみませんね。ということで、ルナティックに変えて再挑戦です。さすがにね、おりんちゃんの攻撃で4万超えるのは明らかにおかしいですからね。ということで、普通にやっていきましょう。これが普通の数字のはずですよ。ということでね、どん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 進めていきましょう。さあ、やれる限りね、とりあえず、おりんちゃんは属性エンハンス。かけて、アビスノア。さすが強い。おー、リグルに行く前に、勝利ですか。これは嬉しい。プラチナチケットもね、手に入れておきたいんですよね。今のところ、プラチナチケット、今、ゼロなんですよ。エイリン先生で、今のところゼロになっちゃったんで、そういうことなんでね、手に入れておきたいっていうこともありますけれどもね。とりあえず、ステージをパパパッと進めていくことを最優先といたしましょう。おー、強いな、やっぱ。火属性はね、高火力全体攻撃。まあ、その代わり SP 消費の激しいもの、体力を犠牲にするものみたいな相応のものはありますけども、それでもね、速さ重視っていう点ではね、随分役に立つもんですよ。とりあえずね、ステージをどんどん進めて、どんどん上のね、ものが取れるようにしていけば、防具もね、強くしていくのも随分ありますし、防具、武具、そういうものもね、強くしていくのも、またね、一興です。あとね、レベルも上げていかないとダメですよね。一日ね、取れる霊種の量が、今のところ20個くらいに変わってるんですよね。ログインボーナス最初で5個。で、映像を、広告を3本見れば、15個みたいな感じで20個取れるんで、それでね、霊種の数は増やしておきますっていう感じでどんどん増やしております。あとですね、まあなんか毎回次の動画は何曜日ですねみたいなこと言ってますけれども、あれですね、次の動画は何曜日って言ってますけれども、僕の1日のね換算方法は改めて言っておきますけれど、ソーシャゲと一緒な感じで、ソーシャルゲームですね、そんな感じで、つまりはですね、朝の4時から、その日のね、一周何、24時間経った4時まで。まあ、いわゆるパズドラ方式で回しております。ということでね、次の火曜日ですとか、そういうことを言っているとき、基本的にね、次の火曜日、つまりはその火曜日になった朝4時から、ぐるっと回ってね、3時59分までということですね。ということで、火曜日とか言っておきながら、思いっきり、水曜日の夜中に投稿している時とかが多々あります。そういうところをね、良ければご了承と思っております。次どこのステージやっていこうかな。霊が宿る花畑、レベル25。五重の塔、面白そうだから行ってみようか。断り属性。さあ、行きましょうか。こちら。ちょっとね、闇属性は火力不足が否めないんですよね。そこさえなんとかできれば。特に、ゆかりさんなんですよ。
なんとかならないかな。ゆかりさんがですね、もうちょい火力出せればって思うんですけど、多分これはまだスキルのね、スキルのやつが、レベルはね、4まで上げてるんですけど、ゴールドエッグで、金樹の書からの流れがまだできてないんで、そこの段階をやらないとダメですね。そういうところを、もうちょいね、ある時にやっておかないとダメですよね。ということで、クリアです。もうこれはゆかりさんは、もう直殴りしておいてもいい感じはするな。とりあえず必要な時以外はね、SP 消費全体攻撃も激しいんで、なんでね、最初、とりあえず体力が高そうな敵を殴るだけ殴って、で、体力をちょっと減らしたら、あとはレミリアさんに、全体攻撃で一掃してもらうのはね、早い流れじゃないでしょうか。あとですね、コメントのね、アドバイスの方で、ここのね、表示方法を変えた方がいいんじゃないかっていうことを言われました。なんか設定をいじるとですね、なんかが表示されるらしいんですよ。なんかって、いまいち僕もわかんなかったんですけど、また後でコメントを見てやってみようと思うんですけど、自分の状態、敵の HP とかをね、なんか見えるようにするような、そういうような設定があるらしくてですね、いまいち僕もなんかパーッと来ないんですけれども、まあ、パーッと来ないからといって、無視するわけにもいかないんでね、ちょっと試してみたいとは思っております。はい、そんなこんなで今のところ、レミリアストレッチをかけて、オッケー、コバンネコ。まあ、コバンネコならいいですよ。ここでね、シールドリザードが来た時のね、絶望感がすごいです。シールドリザードに対応できるのがですね、ジュンコちゃんしかいないというね、そういう、属性半減を無視できる、耐性貫通持ちのキャラクターがね、1体しかいないんで、シールドリザードは、マジで強い。あれは、えげつないです。ちょっと恐怖です。で、スターオブダビデからのスカーレットデビル。強い。レミリアさんはですね、確かレベルをちょっと上げてるんで、50くらいまで上げてるはずなんでね、他のやつよりかは強い動きができるはずです。で、ホローナイト。よし。そこはワンパンしてくれましたね。で、ジュンコちゃんが、チャージからの、ピュアリーバレットヘル。あとね、技も並び替えてね、分かりやすくしたらどうだっていう意見もありましたね。サポートはサポートでっていう、そんな感じのこともね、やってみたら面白そうなんでね、ちょっと試してもみたいとは思っております。はい、ということでね、弱点属性で攻撃しようというね、弱点属性になる敵が出てくればいいなとか思いながら勝手に思っております。とりあえずまあ、ここはね、ゆかりさんの攻撃力もうちょい上げたいですね。どうやって上げるかですけどもね。全体攻撃アップみたいなものとか、防具、武具とかで上げていく手もありますし、技のレベルをね、ただひたすら上げていったりするのもありですね。まあ一番はそれが、一番技レベルが高くするのがね、優先的にできる最善策な方法ですけれど。ね。まあ、そういうところも、ちょっとはとりあえずね、やっていきたいと思います。さて、ゆかりさんとりあえず打ちましょうか。こういう体力が高い敵に、こういうダメージが通らないのが残念なんだよな。ということで、カースフェイスを倒して OK ですね。さーて、どれくらいね、いけるかわかんないですけど、もう一ステージいけるかな、これは。あれ、まだあんのこれ。50の試練。怖っ。ちょっと次挑戦してみたいです。次、こちらのね、魂を食らうじゃれ、リベンジしていこうと思います。はい、一応ね、宣伝です。ということで、霊が宿る、花畑、闇属性なんで、強化した光属性のお披露目ですね。さーて、どういうぐらい強くなってるんですかね。さあ、早速行きましょう。弾幕のロールシャッハ。さーて、まあ、小石ちゃんはね、相変わらずですよ。問題は他の奴らですよね。まあ、他の奴らもね、光属性はね、一番負けたのが悔しくてですね。あのやつで負けたのが悔しすぎて、レベル上げはね、一番頑張った場所ですので、光属性全員60レベル超えてます。超えてるというか、60レベルまでしかいけないですけども。
全員60レベルまで行っております。さあサクサク行きますよ。新しいあなたたちのお披露目ですよ。気持ち悪いなこんな声。という感じでね、なんかもう過剰愛みたいな感じになってますけども、本当にね育てるのは大変です。何せ20レベル上げてますからね、20もレベル上げるのはかなり大変でした。なんでちょっとねなんか気持ち悪い感じになってますけども、それでもね今後全部の、キャラクターをねレベル60まで上げていきますんで、まあいつになるかは不明ですけれども上げていきたいとは思っておりますので、まあねサボらずやりたいと思います。さて、お敵の方が早い。そっか敵の方が早いのか、60レベルを上回ってくる敵の速さって随分早いですよね。敵のレベル今25とかですよね。それはちょっと予想外。レベル60が負けるか。そっかそっか、ちょっとそれは予想外だったな。はい、ねそんな感じでクリアしてますけど、レベル60より先に上げるようなね装備って、どっか装備というかレベル60以上まで上げるねやつはどこかにあるんですかね。またああいうステージの報酬としてゲットできるようなもんなんでしょうか、それともなんかどうなんでしょう、特別な方法でショップで買うみたいな、どうなんでしょうね。なんで有限のレージとか交換できる場所とかないですかね。なんかそういう場所があればすごい便利なんですけどね、なんかいらないものと貸しちゃった有限のレージがね、なんかもったいない、なんかしか言わねえなもったいない気しかしないんですよね。おっと使えないのか、じゃあ普通にスキルを打ちましょうか。そういうねなんかもったいないっていう日本人の精神がね今どっかに炸裂してます。おうもったいないみたいなね感じでございます。さて、そういうね適当な茶番をしてる間に、フラップゴーストを倒してステージクリアです。中洲への橋が解放された。中洲への橋ですか、ああ本当に中洲への橋だわ。ねそんな感じで今回はここまで。次回はねこちら魂を食らう邪霊をやった後、ちょっとね興味があったんで五重の塔のねここ五重の試練やっていきたいと思います。敵の数も5体で、その後、こちらのね中洲への橋で、時間があればその中洲への橋の先のステージもやっていこうと思います。では今回はここまで。ここまでのご視聴ありがとうございました。次回の投稿は木曜日となります。まあ木曜といっても金曜日の午前中になっているかもしれませんけれども、パズドラ的な時間の感覚では基本的に木曜日と換算します。ということでね、ここまでのご視聴ありがとうございました。じゃあね。